はい、おはようございます。タカです。今週のテーマ、繰り返しますけども、僕はもう調整局面というのを強くこう疑ってそばの方を見ているわけですけども、昨日はドル買われましたね。その前の日は結構強い売りなんかも入っていたんですけども、あっさりリバウンドと。まあそもそもが今のそばというのはもうこういうそばなのかなという気はしますね。ではチャートの方を見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、1時間足に冷やしを重ねています。ドルは下落トレンド、まあドルは弱いんですね。ただ現在は流れが止まって調整の動き、上がったり下がったりの相場かなというふうに思います。昨日ですけども、おとといが結構こう下の方にね、突っ込んできたんですけども、リバウンドと。まあこれも調整レンジの安値圏から買いが入ってきたと考えれば、まあ大した動きでもないのかなというふうにも思います。そして今のこの現在地はレンジの真ん中です。レンジの真ん中ですからね、一番難しい位置ですね。この位置から買いが入っても売りが入っても特に驚きもないということで、まだまだ僕はこの調整局面というのを強く疑ってますからね、このレンジから明確にブレイクしてくるとはあまり考えていません。まあ、ひとまず真ん中からこの高値圏、もしくは安値圏に向けた値動きを見ていくことになりますけども、これ難しいですからね、この位置から上がるか下がるかを見ていくよりも、高値から売りを見ていくとか、まあ、引きつけるというのが大事になってくるんじゃないかなと思いますね。ただ、これも短期足に見ていくと、それなりにこうボラは出てますからね、全くのノーチャンス、調整局面だからやることがないというわけではないと思います。よりこう短期足に落とし込んでいくと、チャンスはそこら中にあるかと思いますけども、大きな流れを見ていくと、そんなにこうトレンドが出ているわけではないというところは押さえてはおきたいですね。はい、変わりまして、こちらが円指数になります。1時間足に冷やしを重ねています。これも話すことはもう変わらないですね。上昇トレンドの押し目買い環境、これはしっかりあるかと思いますけども、ただ短期の下落の戻り売りもしっかり入っている状況ですね。なのでなかなかこう高値も安値も抜けてこない、レンジの形になってしまってるかなと思います。まあ、現在地、調整局面を見ていくんなら高値圏かなとも思いますから、まあえて見ていくんなら円売り、高値からのショートはまあちょっとこう見たいところにはなりますけども、ただ円相場でここ最近本当にこうよく動いてたんですけども、さすがにと言いますかね、ここ最近ちょっとこう動きも鈍くなりつつあります。まあ、このレンジの値幅というのも結構広いですけどね、ただまあ徐々にこのボラも小さくなってきていますから、この小さなレンジで収まってしまうかもですね、大きなレンジの高値圏で動かない相場というのも想定しておきたいですね。はい、変わりまして、こちらが通貨の強弱チャートになります。昨日ドル強かったですけども、これはレンジの安値圏から買いが入ったということで、まあ、大した動きでもないのかなというふうに思ってます。他の通貨に関しても、まあ、ドルが買われましたんでね、まあ、売りが入りやすい環境だったと考えれば、まあ、そんなにこう目立った動きでもなかったかなというふうにも思います。まあ、実際どのチャートを見てもトレンドらしい動きというのが見られませんのでね、まあ、やっぱり調整局面、まあ、今日も強く疑って見ていく、買われたら売りが入りやすい、売られたら買いが入りやすい、そういった相場を意識して見ていこうかとは思います。はい、変わりまして、こちらがドル円の1時間足冷やしを重ねています。ドル円は調整局面強く疑ってます。下落トレンドがここあったんですけども、現在は流れが止まって調整局面、このあたり一回こう高値を試したんですけども抜けなかった、その結果148円より上というのは、まあ、かなりこう上値が重い場所になっているかなと。一方で下もサポートは見えてますね。144円を少し割れたあたり、もう綺麗に上下に壁が見えてますからね、ひとまずまあこれをレンジと捉えて見ていこうかなと思います。するとまあ現在地はレンジの安値圏ですから、まあ、買いか売りかと言われたら、まあ、下から買いを見ていきたい環境だと思うんですけども、まあ、その割には今週動いてないんですね。レンジの安値で、さらに小さなレンジを組み出しています。今週は調整局面をこう強く疑っているわけですけども、特に円相場ですね、まあ、こちらが徐々に、ボラの方も小さくなってきてますから、この大きなレンジを見てるのは変わらないんですけども、この中にある小さなレンジを今週は見ていくことになるかもですね。この小さなレンジを見ていく場合、現在地はこれ高値圏にもなってくるかなと思います。昨日の高値を抜けてくると、またこれも環境変わってきそうですけども、これ抜けてこなければね、もう一度売りが入ってきてもおかしくないような、まあ、そういった場所にもなってくるかなと。今の現在地は今週の高値圏ですから、抜けてくればこれも環境がありますけどね、現在はこの安値圏の高値圏というのをね、意識しても面白いかもしれないですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見ていくと、この下落に対しての調整局面のレンジというのが見えてるんですね。このレンジがまあ今週の調整の動きになっているわけで、もちろんこの高値抜けてくると、冷やし環境の高値を目指す流れ、こういったのは見えてくるかと思いますけど、まだ抜けてないです。今週の環境だけで見ていくんなら、こういったレンジ、そして今のこの現在地はそのレンジの高値。
さらに今週は調整の動きを強く意識して見ていきたいということになりますからね。まあもちろんこれは抜けてくれば、環境変わると思いますけども、抜けてこなければ今度は高値からの売りの流れ、見ていくのも面白いかもしれません。結局はフラフラした値動きになりやすいということなのかなというふうにも思ってますんで、あまりこう重要な高値安値は抜けてくることをまずは想定しないで見ていこうかなと思います。現在地今週の高値圏ですからね、若干今の時間なんかこう強い流れも出てますけども、高値警戒感はまあ見ていこうかなと思います。はい、ではこの後はドルその3通貨をまずは見ていこうかと思いますけども、まあ、ドルも円も調整局面、まあ、強く疑ってますから、当然まあドルそも黒線も調整の動きをまずは疑うと、まあ、こちらユーロドルになります。1時間足に冷やしを重ねています。上昇トレンドは見えていますけども、現在は流れが止まってやっぱりまあ調整局面ですね。まあ、昨日も結構動いたんですけども、ただ値動きとしては高値から安値まで売りが入っただけ、現在時、まあ、これも抜けてないですからね、今の位置だと安値圏、まあ、これも売りが入ってくるとまあ環境変わってくるかもしれませんけども、ここで一旦流れが止まってしまったらまた反発があってもおかしくないような場所だと思います。まあ、昨日売り強かったですけどもね、この位置から積極的に売っていくというのはなかなか難しいんではないかなと。まあ、もちろんこれブレイクしてくれば話変わってくるんですけどもね、現状はまだブレイクしていませんから、レンジの安値、警戒して見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。このポンドがね、おとといなんかかなりこう強かったのでチャートとしても強いんですけども、ただそれでも調整の動きは疑ってみたいところですかね。まあ、下のサポートがどのあたりになってくるかというのがいまいちこれまだ見えてないですから、まあ、見えてないということはこれ下げ余地があるということにもなります。まあ、例えば今週の安値だとこのあたりになってきますんでね、まあ、割り込んだら週足安値更新ということにはなるわけですけども、ただこれフィボナッチ当てるとわかると思うんですけども、押しとした相当浅いですよね。このサイズの上昇に対しての調整の動きを見ていこうと思うんであれば、まあ、結構なサイズ感は見ないといけないと思いますので、まあ、そういう意味では割ってきてもおかしくないのかなとも思います。まあ、週足の安値、まあ一旦のね、注目されやすいポイントにはなってるかと思いますけども、まあ僕は割り込んでもおかしくないのかなと。ただ、まあ割り込んだからといってチャートが崩れるわけではない。安値がまだはっきりわからないんですけども、僕はこのあたりを調整局面として、まあ疑って見ていこうかなと思います。ですからサポート見ればね、こう下から買っていくというのはこのポンドに買いが入ってきてますから、まあいいと思うんですけども、現状まだこのサポートが見えてるとは思いませんのでね、そこは慎重になりたいですね。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に冷やしを重ねています。こちらも上昇に対しての調整局面。まあ、こんな感じでレンジを見ていますけども、まあ、今週の環境なんかを見ていると、レンジの高値でさらに小さなレンジを組んでいる。もしくは、まあ、このあたりも足場と考えて、もう少し小さな波を追った方が、まあ、値動きとしては分かりやすいかもですね。まあ、何せ今週も全然動いていないということで、高値安値、抜けてくれば流れは出てきそうではありますけども、まあ、現状抜けてないですからね。まあ、やっぱり調整の動きは見えてしまってるかなと思います。まあ、これ上に抜けてしまえば、新しい世界になってきますから動いてもきそうですけども、仮にこう下に抜けたとしても、結局緑のレンジの中の動きに過ぎないということにもなりますんで、まあ、やっぱりこれでも意識していくのは調整局面と、そんなに大きなトレンドがドーンと出てくることをイメージはやっぱりできないですかね。フラフラした環境を追っていきたいと思います。はい、ではこの後は黒線の3通貨を見ていこうかと思いますけども、こちらもやっぱり調整の動きが出ているかと思います。まずこちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。下落トレンドの戻り売り環境、もうこれずっと言ってますけどね。ただまあ短期的にはなかなかこう下がってこないんでね、押し目買い環境もあるのかなと、この買い取りとの攻防というのが今この辺りで出ているんじゃないかなと、ですから下がれば買いが入ってくる、上がれば売りが入ってくる。ただまあ今のこの現在地結構こうレンジを見ていく場合の安値圏ギリギリのところですから、まあ下の方に抜けてしまえばこれはちょっとこう動きも出てきそうで、まあ、注意は必要になってくるかなといった環境にはなってきましたかね。まあ、今日も日足で陰線が出てくるような、まあ、そういった流れになってくると、少しこう、と思うような動きにつながってくるかもですね。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。まあ、これも全く同じような環境、上昇トレンド、下落トレンド、もう両方が見えてるんですね。赤い流れの戻り売り、青い波の押し目買い、このぶつかり合いで結果レンジになってしまっているんじゃないかなと、特にこのポンドに関してはポンドの買いというのがね、8月の後半あたりから入ってきてますから、まあ、よりこう下がりにくい環境もあるのかなと。ただ現在地見ていくと、まあ、レンジの真ん中ということで、まあ、昨日も一昨日も今週1週間もずっとこのレンジの真ん中で行ったり来たりですからね、まあ、これではなかなかトレードは難しい、もちろんこれはもう短期足を見ていくと話は変わってきますけども、日足環境で見ていくと積極的にやっていくような環境ではないということになりますね。
はい、こちらが5ドル円、1時間足に日を重ねています。まあ、これですからね、まあ、全然動いてないですよね。戻り売り環境がある一方で、まあ、これも上昇の押し目買い環境があるわけですね。これがぶつかり合って、結果動いていない、決着がついていないわけですね。なので、まあ、これが抜けてくれば、次の流れが見えてくるかと思いますけども、全くこれもどっちに抜けてくるかもわからない状況。結果を見てから判断でもいいと思いますし、動いてくるまではしっかり様子を見ていく。自分から動く必要はないように思いますけどもね。ということで、まあ、どの通貨を見ても調整の動きがよりこう強く出ているかと思います。フラフラした値動きに、まあ、あまりこうイライラしないようにはしたいところですね。はい、変わりまして、こちらがニューヨークダウのCFD、1時間足に日を重ねています。ダウ平均なんですけども、この後ですね、5時前後になってくるかと思いますけども、NVIDIA の決算を控えています。これでちょっと動きは出てくるかもしれませんけども、今、現環境だと、これまだ高値抜けていない。ただ、売りが入ってはいますけども、チャートが崩れてるわけではないんですね。直近の高値で足場を組み出しています。少々押しが入った程度では、チャートは崩れてこないんではないかなというふうにも思いますね。まあ、NVIDIA のこの決算がよっぽどこうサプライズ的なものがあればこれは話変わってきますけども、まあ、ちょっとしたことでこう押しが入ってくるんなら基本的には押し目買い狙ってもいいんではないかなというふうに思いますけどもね、どうでしょうか。まあ、基本的にチャートは僕はもうすごく強いとは思っていますので、まあ、丁寧に買い場を探っていくというのはね、これは変わらず見ていきたいですね。はい、変わりまして、こちらが日経平均の CFD、1時間足に日を重ねています。一方で日経平均はなかなかこの高値を抜けてこないんですね。下落の戻り売り環境が、まあ、あるんじゃないかなと。ただこれ抜けてくれば環境変わると思います。ただ抜けないですよね。短期の押し目買いなんかも入っていそうですけども、下からは買いが入ってくるんですけども、なかなか高値を抜けてこない、買い取りとのぶつかり合い、調整のレンジになってしまってるかなとも思います。今日の NVIDIA の決算、これでダウが動いてくれば、日経平均なんかも動きは出てくるかもしれません。特に半導体関連が動いて、こうそばが動いてくるかもしれませんけどもね。ただ今のこの現環境だと、これはもうやれることがないように思うんですよね。まあこれも次の流れが見えてから、まあ、判断でもいいのかなというふうに思います。ただダウ平均と比べると僕は日経平均というのは上値の重さはまだ見えているかと思いますから、まあ、買っていくんならダウ平均、売りを意識していくんなら日経平均、これも変わらず見ていこうかなとは思います。はい、変わりまして、こちらが金の CFD、 1時間足に日を重ねています。まあ、金相場も基本的にずっと僕はもう買い目線、どこで買うのかだけをね、考えていけばいい相場かなというふうに思ってます。現在はもう調整のレンジということになりますから、まあ、買っていくんならレンジの下からということで、昨日はようやく押しが入ってくれましたので、まあ、丁寧に今日は買い場を探っていくというのが、まあ、メインのシナリオになってくるかなと思います。今見ているレンジの安値が、2480ドル前後になってくるかと思います。現在まだ2500ドル超えてますからね、全然チャート強いですね。いつか高値は抜けてくるんじゃないかなと。ただ、まあ、レンジも同時に見えてますから、わざわざこの高値圏で買う必要はないと思うんですね。ロングは狙っていきたい。ただレンジが見えてますんで、下から拾う、もしくはサポートがしっかり見えてから買っていく、そこは焦らず丁寧に見ていこうかと思います。はい、ということで、まずはドル円ですけども、調整局面のレンジ相場、現在地はそのレンジの安値圏、ただこの安値圏でちょっと値動きが止まってしまっています。今週はこの安値圏でも全然動きがないですね。まあ、これを小さなレンジ、まあ、週足の形と考えれば、まあ、現在地、この小さなレンジで見ていけば高値圏、ただ大きなレンジで見ていけば安値圏。なので、まあ、抜けてくればね、このレンジの高値までの上昇の流れは見えてくるかもしれませんけども、これまだ抜けてないんですよね。ですから、まあ、抜けてくるまでは、この今週の高値ですね。このあたりをバックに一旦売りを見ていくのも面白いかもしれません。ただ安値を更新していくとか、まあ、そんな大きな流れを見ているわけではない。まあ、あくまでこの小さなレンジをまずは想定して見ていこうかなと思います。はい、そしてまあ円相場ですけども、押し目買い、戻り売り、これのぶつかり合いで、レンジになってしまってるかなとは思いますね。今週ですけども、全然動いてない。もうここ最近本当にこう円相場よく動いてましたけども、まあさすがにこう値動きも収まってきましたね。まあこれだけ散々動いたわけですからね、まあしばらくこう動かない期間があっても、これも仕方がないところかなと思います。次にしっかり動きが出てくるまでじっくり待つというのも大事になってくるんじゃないですかね。はい、そしてまあ円相場に比べると動きはまだあるドル相場ですけども、ただこれも調整レンジですね。下落トレンド、流れが止まって現在調整局面、昨日ですけどもレンジの下から買いが入ってきています。レンジの高値までを目指していくんであれば、まだこう上げ余地があるということで、ドルを買っていくのは面白いかもしれませんけども、ただ言い方があればレンジの真ん中です。レンジの真ん中ってこう買いが入っても売りが入ってもおかしくないようなところですからね。
まあ、そんなにこう優位性があるような環境でもないと思います。ドルに関しても基本的にはこうフラフラした値動き、調整の動きを疑って見ていこうかとは思います。まあこの環境なんで動かないかなというふうにも思うんですけどもね。ただ今夜は GDP と最近まあよく動くこの雇用関係ですね、失業保険の申請件数、これが最近はちょこちょこ動いてますから、こちらは一応注意はしていただければと思います。今回は以上になります。それでは今日も頑張っていきましょう。